支度する。見事に真っ逆さまね。どのくらい落ちているのかしら。ここは大人の余裕でちゃんと備えておきましょう。地面に突き刺さって記憶を失うと困るから、今のうちになんとか元に戻れないかしら。頑張ればいけそうね。勢いをつけて、えいっ。タイミングもいいわ。ちょうど地面が見えてきたわね。ネプチューン、先に落ちていたはず。みんな大丈夫かしら。ノワール以外は無事に着地できてるよね。こっちは問題ない。まあ、なんてことなかったな。はい、長く落ちた割には思ったより大したことはありませんでしたね。そりゃ多分ただ落ちたわけじゃなく、変な空間を通ってたせいだろうな。うん、ならここが供物平坂、冥界の入り口。無事たどり着いたか。ほら姫、着いたって。お姫様抱っこが間に合ってよかった。勇気、ありがとうございます。お姫様抱っこも意外と悪くないですね。もう、坊さんが急に押すからびっくりしちゃいましたよ。怪我したら危ないですよ。すまん、俺は貴様たちが怪我するとは思えなくてな。むしろ押せと言われた気がした。ゆうきさんもゴーも随分と変わりましたわよね。よし、みんないるわね。雰囲気的にここからが決戦よ。ねえ、私の上にいること忘れてないでしょうね。早くどきなさい。油断はしない。これはいい。これはいい。閉めろ。これだ。食らうがいい。
これだ。ノアール、触るわ。少しまずいわね。こんなものかしらね。私のごとく癒しの型だ。食らうがいい。これだこれだ。何か取り戻せそうだ。使えそうだな。追いついたわよ。 Well, well, well. この世界の忍者もやるものだ。見ない顔もいるな。アッキーを目覚めさせるわけにはいきません。もしもの時はこの私が。アル姫、まさかあなたまでいるなんて。気にするな。ここにいても役には立たないだろう。それもそうですね。アル姫、四つ葉太夫から逃れたのですね。無事で何よりです。はい、私の窮地には必ず駆けつけ救い出してくれる。それが私の忍者結城ですから。結城、お願いします。姫の命だ。これ以上は進ませない。よう、私は先に行きます。足止めをお願いします。分かっている。だが倒してしまっても構わんのだろう。はい、任せます。ネプちゃん、あっちの方が盛り上がってない？なんだか主人公っぽいよ。いいな。確かに。でも今のは主人公のセリフではないわね。どちらかというと負けフラグよ。二人ともふざけている場合ではありませんわ。それに簡単に行かせてくれるような相手ではないですわよ。貴様、俺を知っていると言ったな。答えてもらう。ほいほい、忍者が簡単に口を割るとでも？聞きたければ力ずくで来るがいい。いいだろう、今しめろ。そうだ、それでいい。ミーたちには果たすべき使命がある。そちらの都合など知ったことではない。ユーたちもそうなのだろう。そうです。あなたたちにどんな正義があろうとも私の正義が許しません。何言ってやがる。私は侵略されてんだ。鳩の国を荒らされた礼もしないとな。こちらもマーベ国での借りを返させてもらおう。そちらにどんな理由があろうと妨害する。イエス、それでこそ忍者だ。サイト流の力を見せてやる。この程度か。これだ。この程度か。これだ。林のごと
癒しの型だ。今閉めろ。遅い。今閉めろ。お前の全てを。その後背負ってやる。遅い。お前の勘が鈍ってるだ。トトこれだ、これだ。ト体が覚えた。お前の勘が鈍ってる。狙い潰させてもらう。これだ、これだ。まだ戦える。何か取り戻せそうだ。やったかしら。って言うとやってないものだけれど、まだ余力を残してる。この程度じゃ機械忍者と変わらないし。グーッ、いいぞ、期待通りだ。なんだこいつ、殴られるのが好きなやつもいるにはいるが。ふふ、ミーは鉄子とは違う。確かに使命もあるが、別の願いもある。ミーが全力を出せる相手を探してこの次元に来た。アドミ、スチームユニットオン。この時を待っていた。できているか。その後背負ってやる。体が覚えてるぞ。これだ。取り戻せそうだ。私たちの勝ちね。もう変身できるほど力は残っていないでしょう。まだだ。ミーはまだ戦える。よう、もうボロボロ。これじゃもう無理なんじゃ。無理だと。ミーは諦めないと誓った。諦められるならこんなところまで来ていない。ミーはまだ戦える。かかってこい。かかってこいって言われてもな、もう動けないだろうが。先に行くぞ。動けぬ相手の言葉に付き合う必要はない。シェッ、見逃すというのか。ミーたちは多くの国を侵略し、シェアエネルギーを奪ってきた。ある国は衰退し、滅んだ国もある。この手は汚れ、この身は罪にまみれている。戦わぬならとどめを刺せ。これって、姫のビジョン？いえ、違います。これは私ではありません。よう、この国の守護者はあなたです。ふん、
ミーにこんな力があったとは。いいだろう、サイト流のマスターヨウ・ゲイマ、テツコに使えよう。その力でこの国を共に守りましょう。お願いしますね。ありがとう、ヨウ。とうとうこの国のシェアがトップになりました。これもあなたのおかげです。私一人では。テツコ、もういい。ミーこそ感謝している。力と役目を与えてくれたことに。それにまだトップだ。他の国がそうであるように抜かれることもある。これからもテツコに仕え戦おう。はい、気を抜かず今まで以上にこの国を成長させましょう。Why? どうしてこんなことに。わかりません。私たちはどこで間違ったのでしょう。ミーたちがトップだったとしても、この世界が、次元が滅びる、だと。ミーたちの力で世界を統一し、無駄な争いのない世界を、平和を目指したのに。諦めてたまるか。はい、こんなところで諦めるわけには。今更立ち止まることはできません。蜘蛛地平坂は強い思念に反応し幻を見せる。今のはこの方の強い思いが見せている幻影です。つまり陽の過去ですわね。内容から察するに、自分たちの世界が滅びるのを防ぐため私たちの世界に来たのでしょう。自分の世界を救うためスチームレギオンの正義があったのですね。ミーの過去を見たくらいで勝手に分かった気になるな。貴様の過去などどうでもいい。俺の過去を答えてもらおうか。 Oh, that's right。 そういえばそんなことを言ったな。何？記憶喪失か。違う。だがその忍び装束と忍術に見覚えがある。歌方。そう、歌方とか言った忍者のものだったはずだ。歌方。すまん、俺は。だが聞いたことがあるような気がする。それはどこだ。歌方なんて聞いたことないな。ゲーム人間にある忍者の里ではなさそうだ。ま、イストワールに聞いてみないとわからねえな。私も知らない。忍びの里と流派は一通り勉強してるはずだけど。何これ、まさか。ふん、テツコが採用についたか。結果的に時間稼ぎだけは任務を果たせたようだ。おい、さっさと行こう。どうしても話したいなら終わった後にでも話せ。皆さん行きましょう。ゴーも来てくださいますか。ああ、俺は仲間まで失うわけにはいかないからな。行くぞ。このミーが最後の最後に負けてしまうとは。これも因果応報というやつか。ミーたち二人でやり遂げると誓ったが、守れずにすまない、テツコ。結局なんでアッキーを復活させるのかわからなかったね。そうね、ヨウの過去にも出てこなかったわ。もう一人に聞くしかないだろうな。だがたとえそれがどんな理由であれ、私たちは阻止するぞ。迷うなよ。もしアッキが復活していたら、私は伝説の巫女のようにできるでしょうか。私は姫を信じ従い守る。
から姫も自分を信じるんだ。心配しなくても私たちだっているわ。みんなで何とかするのよ。はい、わかりました。そうだな。なかなかだ。ここに来たのはあなた方になりましたか。要は敗れたのですね。徹子、ご推察の通り要なら倒したわ。あなたは戦えないんでしょ。もう諦めなさい。私たちは決して諦めません。そう誓ったのですから。みんなちょっと待って、話をしない？ヨウの過去を幻影で見たんだけど、てっちゃんも一緒に映ってたんだよね。それで理由を聞いてみたいなーなんて。ねえ、いいでしょ。変身を解くなんて何の真似ですか。そうね、できるなら私も話を聞いてみたいわね。ヨウから直接聞いたわけでもないし。ええ、何か別の解決策を探すためにも悪鬼を復活させる理由お聞かせくださいませんか。みんなしょうがないわね。戦えない相手に戦闘状態なんて意味ないし。付き合ってあげるわよ。わかりました、お話ししましょう。コンパ流は甘すぎる。問答無用で抑えるべきだ。いいえ、相手が話すと言っている以上聞くべきです。話した後、それでも戦うことになったら戦いづらくなるだけだぞ。私はいいと思うよ。ネプちゃんたちと話せばいい案が出るかも。話す時間があればですが、アッキ、いえ、ファントマキアはこの穴の先、冥界に封じられています。この穴は冥界に通じており、私はすでにこの世界のシェアエネルギーを集めたシェアクリスタルを落としました。そんな、それではもう防ぐ手段は直接冥界に行くぐらいしか。シェアエネルギーは冥界に起こされ変質し、ファントマキアはそれを取り込み復活します。これは絶対何か起きるよね。そうじゃなきゃここまで揺れないよ。何が。それに揺れが大きくなってきてる。姫、下がって。これは俺の記憶にもない強い気配を感じる。これがファントマキア。光ある世界に生まれ出ようとして叶わなかった無数の怨念の集合体。古墳猿、この悪鬼、恨み晴らさで置くべきか。だから甘いと言ったんだ。逃げてくる前にやるぞ。ああ、冥界まで行く手間が省けた。悪く思うなよ。
血祭りにしてやる。忍者、再び邪魔するか。許さん。なんだ、攻撃が弾かれてるぞ。何か特殊な力に守られているようですね。攻撃を通す方法を探せないと。ここは私がそのために連れてきてもらったのですから。えい！姫？どうしたの？何かしようとしてるみたいだけど。そんな、どうしてシェアが束ねられない。当然です。ここは蜘蛛平坂の奥、冥界の近く。もはやあなたたちがいる世界、ゲーム人界とは言えません。そういえばここに来た時ヨウが言ってたわね。ここにいても役には立たないと。姫の力も知っていたのね。私たちが引きつけるから、その間にみんな何か手を考えて。私は、皆さん、ごめん。姫なら大丈夫。いつも気丈で頑張り屋で、疲れるまでやっちゃう。そんな姫にできないことはない。勇気。シェアとは忠義、信じる力。私は今までずっと姫への忠義を忘れたことはない。たとえ私の心全てが擦り切れようとも。受け取って、アール。力だ。でもこれでは勇気が。見つけた、お前だ。お前は必ず潰す。巫女だけは。アール姫の邪魔だけはさせません。はっ。攻撃が効かなくちゃって、痛くも痒くもないもんね。それにこの程度のピンチじゃ私たちの心の火は消えないよ。姫、私の力も使ってよ。あなただけカッコつけるんじゃないわよね。一緒にこんなとこまで来たんだから。私と結城、姫はもう国や流派を超えた仲間。うん、友達でしょ。でも姫に対してこんなの失礼よね。この中で姫と共通点があるのは私だけ。親近感が湧いてくるのよね。落ち着いたらゆっくり話がしたい。姫への思いはここにいる他の誰にも負けませんわ。さあ、この思いを受け取ってくださいまし。みんな、私たちも諦めない気持ちなら私だって絶対負けない。私も負けず嫌いでな。アスカには負けられないんだ。受け取れ、姫さん。姫の力、理解いたしました。私の力をお使いください。正義の力で悪を退けましょう。結局は
気持ちが強い方が勝つ。だがそれも悪くない。記憶は失っているが心はある。受け取れ。皆さんの思いがこんな近くにあったんですね。それは皆だ。光が。皆さんの思いが、これがこの世界の忍者たち。ファントマキアをひるませるほどの力、私とイオウには足りなかった力ですが、これでは足りません。大丈夫かしらね。ネプコって実力はあるんだけど、空気読めないし、すぐピンチになったりするじゃない。まあ女神4人とハニパ4人が揃っているから、私が心配することでもないんだけど。はいです、大丈夫ですよ。私たちは供物大社や鳩の国の復興のために注力するです。そうですね、信じましょう。どんな難易度のミッションもクリアしてきましたし、やるときはやる皆さんです。アル姫、いえ、これは姫のビジョンですね。アル姫、どうしました？前と様子が違いますね。エースさん、アイちゃん、見てください。外です、外を見るですよ。アル姫が。え、なんでアル姫のビジョンが空にも？一緒に行くと思っていました。アル姫は無理してるですか？前も長い時間使えなかったのに、ビジョンをこんなに大きく使ったりして心配です。もしかしたら強い思念に反応して幻を見せる供物平坂の力を利用しているのかもしれないわね。ビジョンの力を持つアル姫と幻を見せる特性を持つ供物平坂、偶然なのかしら。いえ、これは必然です。鳩の国や他国の忍者たち、伝説の巫女の血を引く姫、そして供物平坂、きっと何かが起こると思っていました。すでに秋が目覚めたのだとすれば、アール姫がすることはただ一つ。もしかしてアール姫はシエを束ねるためビジョンを使って。ということなら私もやるわ。皆さんと共にこの世界のために共に戦いましょう。
キアにはこの世界中ほぼ全てのシェアが取り込まれています。それに比べてあなた方はたった10人。ええ、分かっていますわ。だからといって黙っているだけなんて耐えられませんわ。たとえ10人でも。メール、そうねと言いたいところだけど現実的じゃないわ。さすがに無理よ。ひるませただけでも上出来だろ。今のうちにみんなで叩くってのはどうだ。先制攻撃が全く効かなかったのに、このまま戦っても私たちの力だけでは到底及ばない。はいはーい、いいこと思いついちゃったもんね。だったらさ、世界中のみんなにも助けてもらうっていうのはどうかな。私って誰とでも仲良くなれるし、みんな助けてくれると思うんだ。あれ、今いいこと言っちゃったんじゃないかな。ネプちゃんなら仲良くはできると思うけど、それこそ無理そう。アッキだっていつまでもひるんでないよ。いえ、できます。私のビジョンなら世界中に伝えられます。そんなのダメに決まってるでしょ。世界中になんて使ったら姫が倒れてしまう。時間がありません。結城は私を信じてくれるのでしょう。だから私も自分を信じてみます。世界中の皆さん、お願いがあります。姫、分かった。迷ってごめん。最後まで姫を信じる。せめてそばで支えさせて。お願い、世界中の人たち、姫に応えてくれ。私は V の国の R と申します。伝説の巫女の血を引く者として、どうしてもお伝えしなければいけないことがあります。声が届いている皆さんにお願いがあります。今この時に世界の危機に立ち向かっている人たちがいます。シェアが集まってきてる。シェアってこういうのだったんだ。温かい。お願いします、皆さんの力を貸してください。世界を、ゲーム人界を守るために。皆さんの思いを私に託してくれませんか。きたー、どんどん集まってくるよ。アール姫の思いみんなに届いたんだ。そんな、私たちが集めた力より強い輝き、どこにこれほどの力が、シェアがあったというのですか。シェアは心の力、誰かを、世界を、思う心。世界からシェアエネルギーを奪い尽くしても、人々の心の力に限界はありません。姫、一緒に。はい、たくさんの気持ちを受け取りました。ありがとう、使わせてもらいます。この世界のみんなの思い、ゲーム玉。なぜだ、なぜ、なぜ。周りにあった黒い力が消えた。これならいけそうだな。ああ、いける。俺の忍者としての記憶がそう言っている。皆さん、油断しないでください。まだ力を残しています。うん、あとはみんなを信じて最後まで戦う。舞い忍びます。さあ、ラストボトルだ。活目せよ。ゲーム人界のみんなの思い見せてあげるわ。
する。くそ、かく、今閉めろ。これだ、これだ。覚悟はできているか。その後背負ってやる。体が覚えてるぞ。これまずいな。食らうがいい。これだ。使うぞ。体が覚えてるぞ。し、これだ。し、し、し、かく、これだ。と、かく、使うぞ。し、食らうがいい。し、と、これだ。これだ。し、食らうな。戦いの勘が鈍っているだと。し、と、さっき。使うぞ。し、と。ところだった。この技で。どけ。邪魔よ。これはどう。少しまずいわね。変わる。今閉めろ。戦いの勘が鈍ってるだと。これだ、これだ。さあ、かく、これだ。できるな。使わせてもらう。食らうがいい。これだ、これだ。これだ。使うぞ。これだ。使わせてもらう。食らうなよ。これだ。し、し、し、これだ。これだ、これだ。し、し。変わるわ。それ。それ。と。えい。やるじゃない。
しらね。憎い、恨みを、ダメなのだ。なぜ出れない、なぜ邪魔をする、踊ればかり。終わったわね。おとなしく寝てたのに誰かさんに起こされ、運が悪かったと思うのね。そんな、ファントマギアが負けるなんて。勝てた。これが姫の仲間の勝利なんだ。やっぱりみんなは私が信じた通りだった。なぜ、なんだ。これなんだろう、なんかゲーム機っぽいね。ネプちゃんたちが好きなやつ。ちょっと見せてください。ふむ、これは初めて目にしますわ。私が知らないとなると。古いものなんじゃないの。それだけ悪鬼が長く封印されてたってことでしょ。そっちはともかく、徹子はどうするんだ。もう手は残されてないよな。ええ、妖は破れ、ファントマキアを復活させることも失敗に終わりました。私にはもう何の策も残されていません。悪鬼と戦う前に語ろうとしていたこの世界に侵略してきた理由、ファントマキアを蘇らせる理由をお聞きしても。戦う相手が欲しかったんだ。よう、無事なのですか。ふん、ミーが死んだみたいな顔をするな。こいつらは徹子同様スイートな奴らだ。一緒にされるのは心外だ。殺せば解決というわけではないからな。生きていればいずれ仲間になることだってある。戦う相手が欲しいとはどういうことなんですか。ミーの記憶を見ただろう。徹子の国が勝ち、その後も圧倒的な勝利を重ね、いずれ世界は争いのない平和な世界になった。争いもなく平和になったんでしょ。それだけですごいことよ。だがそれは滅びの道だった。戦う相手がいなくなれば力はシェアは必要ない。そして世界からシェアが消えかけていた。何？戦う相手がいなくては記憶が戻らない。大変なことだぞ。はい、大変なことでした。シェアを生み出す強い心とは、相手がいて争いがあるから生まれていたのです。私たちがそれに気づいた時はすでに手遅れでした。ミーたちと戦おうというものは現れず、さらなる実力を見せたり勢力を分けて戦ってもシェアは生まれず、むしろ減る一方だった。弱い方を応援したいみたいな感じかしら。勝利して名が上がるほど、何をしても上げ足取りされて、批判されて、叩かれて、炎上する。辛かったわよね。そこで私たちの次元とは別のところから戦う相手を探す必要がありました。いくつかの次元を超え、この次元にたどり着いたのです。ファントマキアをミーの次元に連れて行き、ミーたちの国がファントマキアと戦い続ける。あんなやつどうやって連れて行く気だったんだ。話は通じなかったし、戦い続けるったっていつか倒すだろ。ファントマキアは
この次元では秋と呼ばれていますが、本来はシェアを使うことができる神のような存在です。その身は不死身に近いでしょう。次元が違えば、そして日の当たる場所に出られていたとしたら、そこに国が生まれ、それを守護する存在となっていたかもしれません。ありえる。いえ、設定としてはありますわね。悪魔が主役で神と戦うようなゲームなど、それこそ無数にあります。ファントマキアの恨みは、いえ、恨みの原動力はこの世界に向いており、私とようであればコントロールすることもできました。そんなにうまくいくか。もし連れて行って戦い続けられたとしても、倒さないとシェアは下がる。それにバレたら終わりだろう。それは分かっていた。だが他に手がなかった。一時的でも徹子の国を、次元を救いたかった。それが守護者たるミーの役目だ。分かっています。これは私たちの都合です。この世界をめちゃくちゃにして誤って許されるわけがないけれど、諦めきれなかった。本当にごめんなさい。どうしよう。まあ、私たちもいつもしのぎを削り合って国取りしてるから、今度は次元を超えた国取りだったってことだよ。そうだな。私たちも戦い自体は否定できない。それがお前たちの戦う理由だったというなら何も言うまい。はい、あなたたちの正義は分かりました。謝るべきは正々堂々と来なかったこと。卑怯な行いは許せません。私は終わったことは気にしない。だが勝ったのは私たちだ。それは忘れるなよ。はい、あなたたちは強かった。力も心も。私たちは諦めないと誓ったのに。私は謝罪だけなんて許さないわよ。あなたたちは侵略してきたんだから、迷惑かけた国や人を助けて。もうそれくらいでいいでしょ。ノワールが怒っているというふうに見せかけて手を差し伸べているのは分かってるわ。ミーたちにできることなら復興は手伝おう。スチームレギオンも解散し、この次元の忍者たちは元の国に戻らせる。そういうのも後にしましょう。それよりもそんな辛そうな顔はやめてもらえないかしら。これをあげるから。ファントマキアから生まれたもの。どういうことだ。これを私たちの次元に持っていけば、新たな神、そしてそこに国が生まれるかもしれない。そうすればこの世界のように競争が生まれるかも。ミーたちの次元がよみがえる、その可能性がある。すべて終わったつもりでいたが、諦めるのはまだ早いと、そういうことなのか。あ、そうよ、それが言いたかったの。きっと私たちみたいな美しい神、女神に生まれ変わるわよ。違うわね。その顔は絶対に何も考えてなかった顔よ。私の話を止めたのは、暗くてシリアスな雰囲気が嫌だっただけでしょ。うん、でもなんかネプちゃんだし、結果オーライだよね。アッキ、いえ、ファントマキアはあなたたちに託します。これで伝説の巫女のお役目は終わりですね。これからは伝説じゃない巫女に変えないとね。それだと特別な感じがしないな。巫女姫とかどう？もうからかってますね。安心して、どんな姫でも私はついてくよ。皆
さん、ありがとうございます。大切にしますね。ユウたち、迷惑をかけたな。テツコ、これからもよろしく頼む。やっと笑顔が戻ってきたわね。丸く収まったってことで、最終ミッションクリアよ。大王として今回の顛末を書き記しておきましょう。後の世のために。超忍者対戦。突如襲来したスチームレギオンが仕掛けてきた対戦。忍者たちの働きによりその脅威は退けられました。スチームノバの修理も完了した。ミーたちは自分たちの次元国に帰る。そっか、せっかく仲良くなれたのにな。ごめんなさい。私たちはゲーム機を使って次元を復活させてみせます。まだ諦めません。うん、頑張ってね。どんな失敗も全て修行。諦めなければいつかたどり着ける。俺も行こう。貴様たちの次元とやらに連れて行け。ミーたちの次元についてくるのか。再び帰ってこれるかはわからないぞ。歌方、そこへ行く。俺は手がかりがあるならやるだけだ。ああ、そうだったね。けど、そのキーワードだけでついていくなんて、マックールっては徹底してるよね。私も、記憶喪失キャラとして見習わないとだね。それだけではない。あの風景が陽の記憶にあった。蜘蛛平坂のミーの記憶、つまりミーたちの次元のことか。なぜだかわからんが懐かしさを感じた。俺のなくした記憶が故郷だと言っている気がする。なくした記憶が言ってるんだ。思い込みじゃないといいけど。でも行ってみないとわからないし、思い出すといいね。坊さんも次元を超えてきた可能性があるということですね。わかりました。一緒に来て構いません。俺は記憶を失ったが、貴様らのことは忘れない。また会おう。
約束だよ。記憶が戻っても戻らなくても、真っ黒は真っ黒だから。それじゃあ、またね。スチームレギオンは去り、各国は復興を始めました。そして、多大な活躍をした V の国の伝説の巫女、アール姫とその忍者の勇気は。姫、今日もいい匂いがする。どんな味がするのかな。味見してみてもいい？勇気、やめてください。それに、何にも味はしません。塩対応すぎるよ、姫。それにベールの時と態度が違う気がする。もしかして私のこと嫌？ベールさんは他国の方ですから、失礼があってはいけませんし、勇気だって分かっているでしょ。それに勇気のことが嫌なわけないじゃありませんか。お二人を見ているともどかしくてキュンとしてくるです。私とアイちゃんみたいですね。そうかしら。もどかしいことなんてもうないでしょ。ほら、私もコンパと。何を言わせたいのよ。この騒がしさは平和の証ですね。すみません、皆さん。鳩の国の復興を学び、V の国にも生かすはずが、これでは毎日遊んでいるだけです。気にしないでください。アール姫たちは今回の功労者ですし、女神四人の強い希望もありましたから。姫、天気もいいしデートでも行こう。約束したでしょ。鳩の国のプリン団子ってのアンするよ。いえ、ですから私は遊びに来ているわけではなく、大名の娘としてイストワール様のお仕事を学ぶために来ているんです。復興なら外を見た方がいいって。わかった。歩くと疲れるから嫌なんだよね。私が抱っこする。それならいいでしょ。ほら。もっとダメです。離れなさい。からかってるだけですよね。はあ、昔の勇気はこんなんじゃなかったのに。私も鳩の国で勉強したんだ、忠義を示す方法をね。姫やみんなにどこか壁を作っていたけど、やめた。私もあーやデートをしてみたいです。アイちゃん、試しにお願いしてもいいですか。コンパまで。ダメよ。みんな平和になっておかしくなってるだけ。私まで影響されるわけには。でも試すぐらいなら。いい加減にしてください。皆さんまでネプテューヌさんたちみたいにならないでください。わかりました。そんなに暇なら全員にミッションを与えます。働きなさい。はぁ、全くもう。さて、仕事の続きを。多大な活躍をした忍者女神四人とハニパ四人を忘れてはいけません。彼女たちは。今宵こそは鳩の国のシェアクリスタルを破壊します。それが私たちの任務ですから。また来たのね。いいわ、いつも通り追い返してあげるわよ。同じだと思うなよ。新しい技を試させてもらう。威勢はいいが、どうせ大層な名前をつけただけだろ。ま、嫌いじゃねえけどな。言っておくが、私はいつでも本気だ。油断しているとやけどじゃ済まないぞ。自分たちだけが成長をしていると思っているなら、やけどをするのはあなたたちになりますわよ。
くよ。これが私たちだから。本当に懲りないわね。いいわ、女神の力思い知らせてあげる。うん、お互いにね。アスカ、舞い忍びます。いざ。社へ向かう。みんな、朗報よ。新しく黄泉の修練ができるようになったわ。何それ、名前からして嫌な予感しかしないんだけど。まずは話を聞きなさい。みんなは蜘蛛平坂で戦ってきたでしょ。その特性は覚えてる？あれでしょ、なんか暗くていかにもラストダンジョンだって分かりやすいところ。違うわ、蜘蛛平坂は強い思念に反応して幻影を映し出す。教えたわよね。それでね、大きな戦いをしたせいで負の思念、怨念が蜘蛛平坂に溜まっているの。それが強敵として復活してるわ。これを放置すると秋のような存在が生まれるかもしれないし、お祓いしたいんだけど、これがまた強くって。みんなには幻影から生まれたダンジョンに行ってその怨念たちを退治してもらいたいの。蜘蛛神社から黄泉の修練に挑むことができるから、存分に活用してね。ひょー、愛ちゃんに仕事を押し付けてくるようになった。私はそんな苦労したくないのにな。忍者とは耐え忍ぶものよ。これをなしてこそ真の忍者。頼んだわよ。社へ向かう。依頼はここか。どうだ。
Yeah.